上杉宗房は、江戸時代中期の大名、出羽国米沢藩七代藩主、上杉宗家二十三代当主、五代藩主、上杉義則の次男として誕生した。完成重修書家府では、聖徳二年生まれとしているが、有力なのは、上杉屋五年府の教法三年六月十七日生まれという説である。教法十九年五月十三日、兄、 宗則が死死なくして死去したため、その養子死となって、同年6月28日に家徳を継いだ。同年12月11日、14位した、自重県民部大輔に助任された。藩主になるまでの初めの名乗りは、勝豊であったが、就任後は、兄同様、八大将軍、徳川吉宗より返帰を受けて宗房と改めた。原文元年に、米沢藩に初入部する。 原文2年に、終わり藩七代藩主、徳川宗春の幼女である金姫と婚姻する。宗房の代になると、犯罪性の急暴だけでなく年貢の未納なども、深刻となり、宗房は百姓に対して、原文3年に、年貢の当年分可能を条件とした七ヶ月分、未納分縁納許可などによる対策を講じた。また、原文4年には、 藩士の借り上げ分の一部返済を条件とした倹約令を出して犯罪性を再建しようとしたが、あまり効果はなかった。官報2年に、追玉軍36,889国と、村山軍14,948国が、米沢藩預かり領となり、高畑と漆山に陣屋を設ける。延長3年、兄と同じく死死くして、米沢にて死去した。 去年29、墓所は米沢市内にある。あと、同母邸の勝政改め、茂貞が継いだ。ありがとうございます。